皆さんこんばんは。本日は LJL2020 スプリングスプリットデイ4の模様をお送りしております。さあゲーム2では戦国ゲーミングが勝利いたしました。さあそれではゲーム2の模様ちょっとね振り返ってまいりましょう。アイジさんいかがでしたか？はい、そうですね、まずドラフトからちょっと振り返りたいんですけど、はいはい、V3 スポーツケイトリンをファーストピックで取ったんですけど、はい、ケイトリンは今ラックスと合わせて使われると非常に強いチャンピオン、序盤からレーンで、はい、相手を破壊しに行けるだけのパワーがあるチャンピオンなので、セット運用されることがすごく多いんですけど、それを選択しなかったっていうことで、自分たちで一つその例の強みっていうのをなんか捨てたドラフトをしちゃったんですよね。でさらにシンドラ懸念と付け加えたんですけど、スケールでいうと中盤まではスケールしていくんですけど、後半になるとスケールしないチャンピオンなので、かなり前半に寄ったんですけど、なおさらケイトリン・ラックスのコンボを使わなかったことによって、序盤も弱いと、結局どこで勝負するんだろうなみたいな、ちょっとちぐはぐなドラフトになっちゃったんですよね。なるほど。で対する戦国ゲーミングはエンチャンター取った時にちょっとエンゲージ要素がないんですけど、はい、3ファイター1エンチャンター1、ADC っていうのは結構バランスのいい構成で、3人がなだれ込んで後ろから好きなように ADC がダメに出せるよっていう構成なので、すごく集団戦はしやすかったわけなんですよ。でその中で天気が訪れたのが一番最初のリフトヘラルドのファイトなんですけど、 V3 スポーツはかなり視界を取ってたんです。なのでこれ戦国ゲーミングがどうやって入るんだろうなっていうシーンなんですけど、実はそれが入れた理由があって、そのちょっと V を用意してるんで、これを見ながら、はい、これ完全に見たら分かる通り、はい、V3 スポーツが視界を取ってて、はい、これ戦国ゲーミングの視界なんですよ。全く見えないんですけど、はい、注目ポイントとしてはサイラスがマーキュリーブーツを購入してきていると。でここで懸念が見えた、でシンドラも見えた、なのでここまで入ってもデッドしないだろうで入りに行ってるんですね。で案の定 V3 スポーツとしては全 CC をジェット選手のサイラスに打ち込んでるんですけど、倒せないんですよ。なるほど。これが例えば懸念が姿を隠していて右側にいたらとか、シンドラが姿を隠して右側にいて入ってきたところにフォーカスを全て合わせるみたいな動きをしてれば、デッドした可能性がすごく高かったんですけど、それがフェイスチェックによってバレてしまったことによって、ここまではいけるっていう判断ができたんですよね。ちょっと相手に視界を渡しすぎちゃった部分もちょっとあったかなと思いましたね。なるほど。視界管理はやはり本当大事なんですね。いや本当ですね。はい、ということで MVP は決まった模様でございます。はい、はい、ゲーム2の MVP はジェット選手となりました。はい、はい、さあ、はい、アジさんいかがですか、こちらジェット選手ということで。いやまあそうでしょうねでしょうねという、はい、もうなんか好き放題暴れてたなっていうのもありますし、一番最初のリクタルドのシーンでもアルティメットをコピーして相手3人 CC を加えてましたし、すごくうまくサイラスを使ってたんじゃないかなと思いますね。文句なくというところでございます。さあ続いてゲーム3でございます。福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS バーニングコアとなりますが、アイズさんこちら注目ポイントはどこになるでしょうか？そうですね、ちょっと SHG がまず勝利ポイント、ストロングポイントどこかっていうのが見つけられてなくて、相手チームを見てなくて自分たちのチームしか今見てないような印象を僕は受けるので、もし勝利を取りたいのであれば相手チームを研究した上でのちょっとドラフトの流れっていうのをまず見たいなっていうのが一つと、バーニングコアもちょっと先週トップスマイトやったんですけど、そうですね、うまくいかずチグハグなので、こちらとしては逆に自分を見るのか相手を見るのかっていうちょっと選択が分かれるような感じの戦いかなっていうのがポイントだと思いますね。なるほど、これはでも難しいですね、はい、なんか結果が出てなかったら自分見なきゃいけないんだけど、相手のことも考えなきゃいけないし。そうですね、SHG は本当スター揃いですからね。そうですよね、どう立て直してくるかという、はい、はい、だからドラフトから注目ということですね。そうですね、はい、皆さんはドラフトから注目してご覧ください。それではゲーム3まもなくです。さあ続いてはゲーム3、福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS バーニングコアの試合の模様をお送りいたします。さあ初勝利が遠いか福岡ソフトバンクホークスゲーミング、そして3勝目なるかバーニングコアという対決になっています。さあそれでは早速ゲーム3のスターターから確認していきましょう。
まずは福岡ソフトバンクホークスゲーミングのスターターです。トップ、キナツ、ジャングル、ブランク、ミッド、ダッシャー、 AD キャリー、マーブル、サポート、ライナとなっております。続きましてバーニングコアのスターター、トップ、レイファーキー、ジャングル、フローレス、ミッド、ダイス、 AD キャリー、ユーヒ、サポート、藤本となっています。さあゲーム3、両チームの注目選手は福岡ソフトバンクホークスゲーミングからはダッシャー、バーニングコアからはダイスということで、ミッドレーンが注目レーン。まあその SHG のどこから作っていくんだっていうところなんですけど、うん、まあ間違いなくもうミッドなんですよ。このスタッツ見てもすごいですもんね。そうなんですよ、もう全ミッドレーナー中、こうレーニングのところもダメージのところも、そしてキル関与率も1位であると、はい、もう間違いなく SHG としてはここから作るしかない、そしてここから作ろうと毎回してるんですけど、もうそこがちょっと毎回読まれてしまってるんですよね。前回のところも、しっかりとそこカウンターされてしまって、思うようにゲームが作れなかった。なので今回その対面するダイス選手としても、まあ、これだけ非常にいいスタッツは取ってるんですけれども、相手のジャングラーも毎回来るし、ミッドレ、サポートも来るしっていうところなので、どれだけその被弾を抑えられるのかっていうところと、ファームを取れるのかっていうところがかなり重要になってくるかなというところで、このミッドレーナーの対決っていうのを注目として挙げましたね。どうなんでしょう、その SHG は、まあ、スタッツを見ても明らか、はい、ミッドレーンでゲームをここまで狙ってきている、うん、ただそれがうまくいってないわけじゃないですか。まあ、そのミッドレーンのところでキルを取って、はい、っていうところまで、できているのか、それともそのダッシャー選手ファームを取らせるというところまでできているのかっていう部分と、うん、あとはそれができた後にじゃあその有利をどこに持っていくのかっていうところが、はい、今のところこううまく全体で連携が取れていないのかなっていう印象はありますよね。でその分そのミッドレーンに有利を渡そうとして、はい、それこそジャングラーのブランク選手だったりとかボットレーンの2人だったりとかっていうのが寄ってくるんで、本当本来彼らが取れていた分の有利っていうのはなくなってしまっているわけじゃないですか。だからこそこうダッシャー選手がその分の不利っていうのを1人で返さなければいけないっていう状況で、結構なんか負の連鎖に陥っちゃってるのかなっていう印象があるんですよね。なんかこう元々彼らそのスター選手揃いで、はい、まあかなりミッドレーンに、まあ、打者選手がこう中心となって動いているっていうのは間違いないんですけど、うん、かえってそこがなんか彼らの動きをこう怖ばらせてしまっているんじゃないかなっていう印象は今のところ受けてますね。ちょっとこう柔軟に狙いを別のところに切り替えるだとかっていうところがあってもいいんじゃないかってことですかね。まあ、もしくはそれぞれでもレーニングしても十分強いメンバーが揃ってますから、なるほどなるほど、それでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、何はともあれドラフトがまずは重要ですね。もうそういう例えば、リーシン・ルブランみたいな前回のような形を作るのであれば、それはもう確かにミッドレーンに行かなければいけない、うん、もしくはジャングルのところにルブランが合流していって、そこからサイドラインへっていう流れを作らなければいけない、うん、っていうのは間違いないので、ドラフトに合わせてこう柔軟に、ゲームプレイを変えていく必要がある。そしてダッシャー選手に、頼り切らずにというか、うん、ダッシャー選手に固執せずに他のプレイヤーでもゲームを作れるよっていうところを見せなければいけないっていう段階に来てると思いますね。うん、まあ、対するバーニングコアはここまで2勝を挙げていて、うん、まあ、この1勝っていうのが結構大きな意味を持ちますよね、順位的にも。そうですね、その2勝のラインのチームが立て続けにこう上がってきてますから、はい、ここで離されないためにも、うん、勝利数を稼がなければいけないっていう中で、まあ、前回はちょっとトップスマイトで、失敗してしまった、はい、ただ、まあ、やりたいことは見えてたんですよね、うん、ただその人数差をつけてるレーンでちょっと対面との差を作れなかった、っていう課題が見えましたので、今回はそこをどうするのか、まあ、もしくはもうトップサメーターやらないのか、っていうのは判断が求められてきますね。結構こうプレイヤーをね、あの交代させたりレーンを交代させたりして工夫が見られたわけですけれども、狙いは面白かったですけどね、はい、LJL2022 スプリングスプリットバンピックパワードバイマウスコンピューター、マウスコンピューターのゲーミングブランド G-TUNE とともにお届けします。ブルーサイドバーニングコア、レッドサイド福岡ソフトバンクホークスゲーミングです。サイト選択権は福岡ソフトバンクホークスゲーミングが所有しており、レッドサイドを選択しました。本日の試合はサイド選択権を有しているチーム全てレッドサイド選択ですね。そうですね、まあ、あとこの試合に限って言うと、はい、やっぱりスマイトをトップで持ってくるかどうかを見たいんで、まあ、大体チャンピオンで分かるじゃないですか、見たいんでレッドサイドっていうところも少なからずあると思います。まあ、カウンターも取りやすいですしね、もし取られたとしても、そうですね、
まあ、あとはソロレーンがやっぱり強いですからね、木夏選手、ダッシャー選手いて、確実にカウンターが取れる。であれば、まあ、レッドサイドを取るっていうのが普通ですよね。さあ、バーニングコア、ファーストワンフェイズ、グレイブス、シンジャオ、ポッピー。福岡ソフトバンクホークスゲーミングはトリンダメア、カルマ、そしてゼリとなりました。またしてもケイトリンはオープンです。ただ、まあ、バーニングコアのスタイルを考えると、うん、ボットヘビっていうよりはトップサイドっていうのが D1 デイズのところまでだったので、開けても問題ないだろうというところで開けました。そしてダイアナが飛んできました。そうですね、このダイアナファーストピックどう見ますか。まあ本当にその集団戦を作るっていう上で、うん、ダイアナは非常に強力ですし、なおかつエピジャングラー ADK のミッドレーンを置けるっていうところでコンボピックが予想されますよね。安尾とかですか。まあ、安尾もいいですし、ヨネもいい、はい、あとレネクトンも相性いいですよね。さあ、福岡ソフトバンクホークスゲーミングもケイトリンではなくアフェリオス。ここはまあ、自分たちもトップサイドが非常に強いですし、まあ、ケイトリンで無理にこうボットレーンからレーン勝っていこうみたいなレーン作らずともいけるよっていうところ、自分たちの得意なスタイルはこっちだよっていうのをまずは作りたいということですかね。そしてリーシン。さあ AT キャリー、そしてジャングルを選択してきた福岡ソフトバンクホークスゲーミング。何やら強気なチャンピオンたちがたくさん見えましたけど、まあ普通にジンクスいきますか、アフェリオスに対してジンクスと、あとはここどうするかですね。あ、またタムケンチいきますか。ボットレーンはもうあくまで落ち着いたレーニングがしたいよと、まあ、今のタムケンジだとやっぱりアルティメットを覚えるまではちょっとフィール能力っていうのはほとんどないんですけど、その W による仕掛けっていうよりは、まあ、藤本選手の今までのプレーを見ているとアルティメットによるピールを意識したようなピークですよね。お、そしてツイステッドフェイトとなると、ここまでの福岡ソフトバンクホークスゲーミングとは違ってきますよね。やっぱりそのダッシャー選手がずっと核だったんですけど、そうではなくてダッシャー選手にゲームメイクできるチャンピオンを持たせてっていうところにするかなとも思ったんですが、一旦やめましたね。グエン、ただこれもかなりこう育ててうまみのあるチャンピオンというか、なんかミッドレーンから作れるチャンピオンは他にもいるんで、木夏選手のグエン、集団戦でキャリーできるチャンピオンをより優先したっていうドラフトでしたね。ただこうなると当然ツイステッドフェイトだったりっていうところはバンの対象になってきますよね、はい、さあセカンドバンフェイズはジェイス、まあ、これグウェン取ってますから、グウェンが相手しづらいチャンピオンっていうところを消してきますか。そうですね。でツイセットフェイトであったりとか、あとおー、ルブラン、あ、そうですね、ルブラン、ダッシャー選手、ブランク選手、リシン・ルブランのラインを警戒してのバーンになってますよね。あとどうしますかね、一応まだダイアナ・ヤッソーみたいなコンボピックも残ってはいますけど、こう警戒するかどうか。まあ、ダイアナピックされてるとまず警戒したくなる、まあ、あとレネクトンなんかも一応警戒対象にはなりますけど、ジャックスですね。あ、ジャックス、まあ、グメンと殴り合いができるチャンピオンを警戒したってことですね、はい、レファキー選手も過去使ってますし、ダイアナとの相性も悪くない。ちょっとこうセカンドバンフェイズはかなりトップレーンを意識したドラフトになってますね。今回はだから木夏選手で勝負したい。ちょっと明かりの場合になりますか。バックラインのプレッシャーが明かりの方が強力だろうということですね、はい、となると本当に木夏選手から作りたい場合はツイステッドフェイトはまりそうな気ますよ。はまりそうですよねこれね、気がしますが、ただタムケンチがいることと安尾やヨネがまだ空いてるので、はい、ちょっとピックしづらいかなってっていう風に考えていてもおかしくないですね。確かにツイステッドフェイト出して安を当てられると苦しいですか。なので一旦ラカンを出しておいて、ピックを見てから決めたいということですね、はい、エンゲージ要素としてのラカン、まあ、はい、これがレッドサイドの強みですからね。ダッシャーのピックをラストピックに回しました、はい、ダメージはもうグエンとアフィロスで十分足りてますから、どういったピックをしてもおかしくない。すごいチャンピオン見えてきましたよ。確かに AD チャンピオンですが、おう、あ、まあここはね、まあ、バーニングコアというか、まあ、レイファーキなので。そうですね、ダリウスレファーキ選手の専用ピックで取りましたね、はい、まあ、ただこれ、あ、そして、あ、安尾いきますか、まあ、ここまで空いてるなら
まあツイステッドフェイトもこれだと取れないですからね、取りたくはないでしょうが、さあ面白いピックになりましたバーニンコア。まあ、トップレーンにグメンの AP 要素があるので、うん、ここで AD で返していっても面白くはありますが、まあ、大体どのアーチャップもスキルマッチアップになりますけどね、うん、まあ、ライズで、まあ、ツイセットフェイトほど、バンバン飛べるわけではないんですけど、はい、こちらもウェーブプッシュしてあと思いましたが、終わりになりましたね。終わりですか。どうなんでしょう、ちょっと安を相手なかなか難しいところはあると思いますが、かなり難しいと思いますけど、まあ、サイドレーンに出た時の動きやすさっていうところは意識していると思います、うん、まあ、あとは封殺の壁がないタイミングで的確にプレッシャーかけられるかどうかっていうところもありますね。さあ両チーム構成決まりましたけれども、いかがですか。まあバーニンコーは戻りましたね、もうトップ側3人を中心とした、集団戦構成、はい、特にダイアナヤスオが取れてますから AOE ウォンボーコンボが決まりそうですね。逆に、SHG からしても集団戦非常に強力なんですが、うん、今回そのダメージの中心となっているのがダッシャー選手ではなくてサイドレーンのキナツ選手とマーブル選手、うん、この2名になってます。ジャングルミッドのラインも 2v2 強力ではあるんですけど、うん、その有利をそのまま集団戦に持っていくんではなくてサイドレーンに波及した上でしっかり、ダメージを出してもらうっていう構成になってます。またこう SHG が、まあ、柔軟に考え方を変えたっていうのが分かるドラフトですよね、はい、さあ2周目になってきたこの LJL ですが、まあ、なんとかこう戦略を変えて SHG としてもまず1勝、はい、まあ、そういったところが意識としても感じられるドラフトになりました。バーニングコアとしてはバーニングコアらしいドラフトで、そうですね、3勝目、さあこれを狙っていくと、まあ、ただここで重要なのがやっぱりジャングルミッドのラインですよね。そこで有利が取れないとサイドレーンの波及、有利の波及というのができないので、ブランク選手、ダッシャー選手のラインに注目ですね。さあそれでは間もなくゲームスタートです。さあ始まりました LJL2022 スプリングスプリットデイ3、デイ4ゲーム3福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS バーニンコアスタートです。ちょっとキナツ選手が面白いサモナースペルを選択しますね、はい、これはまあ対面がダリウスでゴースを持ってくるからってことですか。そうですね、まあ、自分がイグナイトやゴースを持ったとしても対処ができないのでイグゾーストであればなんとか生き残れるだろうということでの選択ですね。結構その強引に距離を詰められるマッチアップでこのイグゾーストを持つことで対処するっていうのは結構よくある選択にはなってますね、うん、さあルームも表示されています。まあとにかくもう集団戦へ向けて、うん、活躍できるようなルーン選択をしているバーニングコアと、まあ、ジャングルミッドのところでは SHG としてはレーンから勝ちに行きつつサイドレーンをうまく波及できるようにっていうような選択になってますね。あとバーニングコアレッドバフからのスタート、置かれたワードも気づいてクリアしています。まあただダイアナですからね、自重ハックフルクリアのルート取りながらトップサイドへっていうのは、はい、うーん考えてるでしょうね。おー AI フーウィルウィンは大差がつきました。バーニングコア 58%、なんでしょうね、アーリーの評価が多分低いんでしょうね。なんかここまでのところでアーリーがピックされていると結構評価が低いイメージありますね、はい、AI パワースパイクも、まあ、中盤からバーニコアと、うん、特にやっぱり集団戦のダイナエスのコンボの強さっていうところを評価してたと思いますね、はい。ボットレーンはレベル2先行したバーニングコアがまずは押し上げていきます。そしてこのトップレーンは、まあ、レイファーキーといえばもうコロダリウスというところまで来てると思いますが、そうですね、もう見慣れた光景になりましたね、随分ともう驚かなくなりましたもんね。うん、なんならもう来ないことの方が驚きですからね確かに、まあ、それだけチームとしても信頼を置いてるんでしょうね、このダリウスには。でしょうね、そして本人も自信があるということだと思いますから、
まあ、ただこの辺りの時間帯でやっぱりダリウスガンク来られるとちょっと脆い面もありますから、うん、うまくジャングラーをケアできるかどうかというのも注目ですね。ミッドレーンのところもガンクが来る確率非常に高いんですけど、やっぱりヤソがどこで封殺の壁を使うのかっていうのが注目のポイントですよね。チャームだったり Q だったりアリの E や Q をうまく消せればいいんですけど、結構接近してしまうのでなかなか。トープランク強襲を当てましたが、レイファーキーの位置が近い。これは共鳴撃にはいけません。カバーするのみでとどまります。バーニングコロからすると今の時間帯は素直にレーニングしといてほしいっていうことにもなると思うので。おっとおっと、イグナイトを使ったのはダイス。激しいダメージトレード、ギリギリダイスの体力は持ちそうです。ダッシャーもかなりローヘルスですが、いやしかしミッドレーナーのお互いのハンドスキルのぶつかり合いです。ここから一応ヤソもフリートフタークではないので一旦リセットをする必要があるということでダイナがカバーに入りましたね。ただこの流れでリーシンが来ないということもあって、そのままボットのスカトルまで取れましたね。これで少しそのジャングルの間でのファーム有利作りましたね。バーニンコはそうですね、ミッドのウェーブも吸いましたし、ダイナ結構レベル6が早まりますよね。そしてレベル6になればかなり強いコンボ、かなり強いアルティメットが揃うわけですか。バーニンコはその時にリーシンがウルト覚えてると拒否できるんですけど、拒否できる可能性があるんですけど、はい、やっぱり一方的にダイアナがレベル先行するっていう状況に今のところなってしまってるので、そのタイミングを SHG がうまくさばけるかどうかっていうのがまず注目になってますね、うん、ただどうなんですか、フラッシュインからノックアップ入れられて安尾のアルティメットも連鎖させられたら余計ないじゃないですか。あ、無理ですそうですよね、はい、その場合はもう必ずデッドします。まあ、ただ一応アーリなので、はい、耐え切ることさえできればフラッシュアルティメットで強引に距離取って逃げるっていうことはできるんですけど、まあ、その一瞬のバーストをうまく避けられるのかどうか、あ、うまく耐えられるのかどうかですね、はい、もうそのタイミングが無理しないっていうのが重要ですかね。そうです、仕掛けられないような立ち位置を取っておく、フラッシュも計算でってことですね。トーライナーいい華麗なる登場、フラッシュを使わせました。トップレーンでは 1v1 レベル5同士、ブランクが先によるレイファーキーフラッシュアウト、強勝はレイファーキーには当たりません。フローレスもカバーのできる位置にポジション取ってます。さあレイファーキーのフラッシュと落ちたこのタイミング、いやしかしフローレスの正面からのこの動きはワードが置かれていました。ここはしっかり対処できましたね。ただダリアナがレベル6のタイミングです。ここはもうリーシンとしてもファームをしなければいけないので、はい、ちょっとカバーをしている余裕がなくなってきますね、うん。ランクはレベル5、これを仮置いてもレベル5ですね。これお互いリセットしてミッドレーンでのファイトとかになってしまうと SG としては苦しい。ダイナがレベル6になっているという情報はあると思いますので、まあ、ここではカバーのみにとどめるとかっていうようなことになると思いますね。ライナーを寄せて対応します。さあ藤本も合わせてローム、リバーのコントロール取り合っていきます。さあライナーがコントロールワードを見つけて破壊に行きますね、まあ、序盤の少数戦必ず、はい、まあ、ダイナヤスを取られてますから、ここを起点にバーニングはもう仕掛けてきますし、リシンアーリで SG としてもスノーボールしていきたいですから、結果やっぱりリバーでぶつかったりとかミッドレーンでぶつかったりっていうことが多いので、その周辺の視界っていうのは意地でも取りたいっていうことですよね。さあなんとかブランクのレベル6間に合いましたね。さあそしてブラストコーン前で待機、これウルフからラプターって言って普通であればそのままヘラルドへっていう流れもある中でのこのガンクだったんですけど、さあフローレス狙っているがこれはフラッシュインまでは使えません。まあ、お互いに無理せず、はい、まあ、特にバーニングコアの方なんかは無理して入っていったとしても、やっぱりありき動力高いので逃げられてしまうというのもありますからね。
まあ、ヘラルド前のリフトスカトルのコントロールを取ったのはバーニンコアです、うん、まあお互いにやっぱり、はい、スケールが悪くない構成同士の対決ですからね。ちょっと中盤以降腐りやすいチャンピオンは何人かいるんですけど、それ以上にレッドスケールがあるチャンピオンが2体いるっていうような状況になってますから、まあですからちょっとこう互いに様子を見合うというか、リスクをあまり取らない選択が続いてるわけですかね。そうですね、深追いはせず取れるところはしっかり取っていこうっていうような選択ですね。ただトップレーンに関してはフラッシュの有利がありますからね。ディーファーキーは先ほどの仕掛けでフラッシュがクールダウンに。さあブランクの位置は、あ、見えた、一瞬見えましたね。ピンが鳴っている。さあフローレスもカバーに来ていますが、これちょっとベイトするか。キナツが視界取りに行きました。フローレスの存在に気づいて、ちょっとミッドの状況があまりにも悪いので無理と判断ですね、はい、なんならカバーで押し返す判断ですか。リミットの状況を良くしてもう一度トップサイズで、さあ大勢ノックアップを入れたか。これはうまく出した。チャームでアルティメット使わせませんが、反転だフローレス。フラッシュインホオズキ、これがどうしようもない。さあしかしトップレーンでは人数量を生み出した SHG、 レイファーキーを捉えて21キル返していきます。11トレードになりました。いやここダッシャー選手本当に丁寧にチャーム返してオーリンさばいたかと思ったんですけど、次のフラッシュインがちょっとどうしようもなかったですね。ノックアップ入った。月光の祈りには藤本の丸飲み。いやートップレーンミッドレーンでアクションが同時に起こりました。いやこれですよね、リサスの壁からこのノックアップ入ったタイミングでのチャーム、アルティメットに繋がせない動き素晴らしかったんですけど、このフラッシュインイーアルティメット、まあこれは無理ですね。無理ですねまあだからこの射程に入んないっていうことなんですけど、まあまあこれフリーでそのまま動かせてしまうと、それはそれでちょっとトップの2人が危険になる可能性もあるっていうこともありますし、本当に判断難しかったと思いますね。あとその上でミッドジャングル相手の重要なアルティメットが落ちていると、さらにはボットレーナーもスミカに寄せていて、 SG いいローテーションですね。早いアクションでヘラルド取れますね。バーニンコはもうこのヘラルドの動き気づいてドラゴンのコントロールを行っていきます。これ素晴らしいですね。これで結局集団戦、まあ、やっぱりオンボコンボダイアナヤスを使って集団戦もしくは少数戦で1人キャッチっていう動きを狙いたいんですけど、人数のかけ方を変えられてしまっているので、このタイミングでなかなかアクションが起こしづらい、まあ、慌ててバーニングコアもちょっと変えてますね。トップのこのマーブルとライナの動きに合わせて夕日と藤本持っていきますが、ここブランクの合流が早いのでタワープレートは取れそうです。さあフローレスも寄せてウェーブのクリアは成功。ダイスも来ていました、うん、ダイス選手のこの野草が寄っているという情報もあったので無理はしませんでしたか。先ほどはダッシャーやられてはしまいましたが、凄まじい反応を見せました。まあトップかボットどちらかにヘラルドを出したいっていうのが SHG の狙いにはなっていると思いますので、はい、うん、まあ、次の、まあ、ジャングルのファームの効率を考えるとボットに行きたいなっていうのがあると思います。なのでまたローテーションを戻して今度はボットレーンを狙いに行くっていうような形になってますね。ライナーの位置が見えました。スクライアブルームで再度確認、まあこれでちょっとボットレーン来るだろうなっていうところと、まあ、アフィリオスも見えたので次の狙いはボットサイズだろうと、はい、うん、お互いにこう読み合いが正確ですね。まあそれもあってかここまで大きな差は両チームに発生していません、まあ、1キル同士のトレードっていうところですよね、まあ、あとはこのヘラルドがどのように使われるかですかね。ブランクが今向かっているのはボットレーンです。
これ3つの主導権がやっぱりアーリがずっと持てているので、安尾が先に動くっていう状況がないのが救いですよね。ウェーブを押し上げていきますが、 SHG フローレスもカバーに来ている。ヘラルドがタックルモーション入りました。これでタワープレートゴールドを獲得。ダイスの合流もダッシャーが阻止しています。すごいですねダッシャー、この 1V1 主導権取りますか。スピリットラッシュ、チャームはフラッシュ、ダイス間に合いました。まあ安川も決してこう手放しに有利が取れるというようなマッチアップでもないんですけど、うん、ただアーリガもやっぱり接近されたところで壁に消されないようにチャームを的確に当てないと拒否しきれないっていうような本当に難しい操作が要求されるので、そこを丁寧にずっと出した選手はやってのけている。どうしてもやっぱり焦ってスキルを打ってしまうっていうことがあるんですけれども、そういうのを行わずにしっかりオールインさばいてますよね。再びボットレーンへブランク合流。さあコントロールワードにかかったが、ライナーみんな俺の道を展開。彼なる登場のノックアップは決まりません。ブランクはリコールに移っています。お互いにこうどこに仕掛けてくるかの読みが正確で、はい、しっかりと対処をしているっていうのもあるので、まあ、キルでのアクションっていうのがなかなか起こらないゲーム展開にはなってますね。でこれでジャングルミッドのアドバンテージを取ってボットサイドにプレッシャーをかけて、これ以上タワーにアクションをかけられないようにする、はい、でなおかつ次のドレイクにつなげていくっていうバーニンコの動きに対して、ちょっと SHG としても、今の状態ではなかなかアクションを返すことができないですね。そうなってくると、まあ、ドレイクまたはヘラルドっていうところ、ちょっと戦闘の起点になりそうかなと思うわけですが、まあ、ドレイクがやっぱりこの試合重要ですよね。10枚以降の集団戦っていうのが、はい、まあ、レッドゲームに向けて非常に重要になってくる中で、ドレイクのスタック、まあ、これが集団戦するかしないかの判断につながりますからね。直接20秒後にアップしますヘクステックドレイクです。ドレイクを意識するのであればダリウスはこのウェーブを押してすぐさま寄ってくるというアクションになります、ね、藤本を見つけて川潜りさせないブランクのキック、キャッチ成功 SHG、ナイスキックですブランク。これはお見事ですね。一瞬の判断正確でした。これでもうドレイクのコントロールというのは確実に SHG 側に移ります。となると逆サイドバニコアとしてはすぐさま狙いに行きますね。キナツのウェーブクリア間に合うか。ミッドレーンではダッシャーがダイスと距離を詰めている。スピリットラッシュ、そしてライナーがその距離を詰めたダッシャー生かしてみんな鬼道。 SHG がミッドレーンで1キル獲得。キルはライナーに入りました。トップレーンでのタワーダイブ、聖なるキリをうまく展開しながら、そしてイグゾーストはレイファーキへチョキチョキで体力を回復する。さらにはフローレスはストップウォッチでタワーのアグロを切った。さあただもう一発入ってダッシャーライナがやってきます。これは逃げられないでしょうフローレス。さらにはレイファーキをブランクが見つけましたが、これは藤本が丸のみで助けました。いや本当にこうライナ選手のロームから、はい、ダッシャー選手のスキルの回し方も合わせて的確に対処している。あとはキナス選手のサモナスピードの選択、イグゾースト聞きましたね。かなり長いこと時間作りましたもんね。ここもうギリギリまで待ってダイス選手も我慢はしたんですけど、もうラカンの合流でどうしようもありませんでしたね。チャームギリギリまで待って壁打てというふうなプレッシャーかけてたんですけど、最終的にはサポートの合流でどうしようもありませんでしたね。ここもイグゾースト相まってしっかりと時間稼いだ。あとジンクスが出っとしてるという日、1キルマーブルが取ってますか。そのようですね。いつのワンブリオンのところですか。ゲイルフォース、あーなるほど、スネア下校の祈り、はあ、完璧でしたよマーブル。いやこのグラビタム持ってるこの中盤のバーストのタイミングですよね。クレンズがあったとしてもちょっと難しかったでしょうね。
もうこのグラビタムからの確定キャッチのためだけに AD キャリー今クレンズを持つっていうプレイヤーもいますから、それぐらい強いんですけど、ちょっと思ったよりプレスアタックも今ってバーストが出たようですね。あ、ゲイルフォースって本当に怖いですね。キルラインが一気に引き上がります。さあどうでしょう、一連の動きでなんとか SHG が流れ持ってきてますかね。持っていってると思いますね。ここもヘラルド、ミッドレーンにすぐさま召喚、夕日が狙われる。チャームでノックアップまで決まりました。さあそしてヘラルドのタックルが入った。このミッドのアウターターンも SHG が抑えていきます。ダッシャ強気、ここはフローレスのカバー。まあ、常にこのダイアナの逆転っていうチャンスはあるものの、かなりこう SHG がマップのコントロール取って、その危険性というのを薄くした状態で攻めることができてますね。トップレーンの一連の攻防でキナツ選手もほとんどロスなくレーンに復帰できてますので。当たった、おっと捕獲して、あと何か行くぞ、さないか。聖なる霧から針仕事チョキチョキ、レイファーキンもスキルを回しながらですが、ここにダッシャー合流。やはりダッシャーがサイドレーンに動いていきますね。そうですね、リミットのところで取った有利をしっかりとサイドレーン波及してますよね。ブルーチームのタワーが破壊されました。これで結局ミッドの、まあ、全てのアウタータワーが折れたことによってですよね、はい、よりこういった、まあ、ダッシャー選手を動かしてマップ全体を支配していく、まあ、キルを取っていくという動きができますので、本当にこう SHG のウィンコンディションに入ったと言えるような状況だと思います。バーニングカーとしてはそのローテーションの最中にダイナからのキャッチを決めるしかないというような状況になってますね、うん、他にちょっと CC がないんですよね。ダリウスの E が最初に入るっていうのもなかなかないですから、まあ、そうなるとロケットベルト、さらにフラッシュとなるフローレス選手を使うこのダイアナがノックアップを決めて、そこに野草が、アルティメットを合わせる、これが一番単純でかつ決まりやすいキャッチになってますので、それでゴールドを回収していくのがバーニングカーの狙いになっていくと思いますね、はい、バウンティーもダッシャーとそしてライナーに発生してますね。ゾーナの選択がまだグエンしかないというのもあるので、はい、グエン以外を狙えればほぼほぼ1キルは取れるだろうっていうのはあると思うんですけど、ミッドのインナータワーを人数使って SHG が抑えました。ブランクとライナーそのままボットレーンへローテーション、ダッシャーも遅れてマーブルも寄せますか。キナッツはプッシュを諦めます。そしてここからドレイクに移りそうですね。これでドレイクを取っていって、まあ、エルダードラゴンまでゆくゆくはつなげていくということになりそうですね。間をすり抜けていきました。そうですね、やっぱりドレイクスタックで先手取られてると、はい、ドラゴン取らなきゃいけないっていうプレッシャーがどんどんかかってきて、ダイナのこう裏から入ってくる動きだったりブッシュに隠れている動きにちょっと気づきづらくなってはいくんですけど、スタックで余裕があるとやっぱりそういったフルの事故っていうところを警戒しやすくなりますからね、うん、SHG としては非常にいいテンポでゲーム作れてると思います。対するちょっとバーニングコアとしてはそのキャッチの動きっていうのはなかなか踏み切れないですね、まあ、もう1対1で結局ウェーブ押し込んでいってファームを稼ぎつつも、まあ、対面に来るであろうダッシャー選手をキャッチしていく、安の対面に来るダッシャー選手ですね。ミッドをプッシュします SHG。 ミッドの3人はちょっと夕日選手のビルドが、まあ、通報ありはするんですけど、うん、なかなかリーシン・ラカンの CC っていうところもあって届けづらいかなという印象もあるので、まあ、狙いとしてはやっぱり安尾を持っていることからもトップレーンの、うん、あーこうなるのかなとは思うんですが、まあ、SHG からしても当然大変な安尾を取られてそこを警戒しないわけがないですからね。かなりトップサイドに意識割いてのワーディングを行ってますね。トップサイドジャングルの視界のコントロールがちょっとバーニングコアとしては取れてないですか。コントロールワードがいい位置に置けています SHG。
となるとバロンに触って、はい、で相手が前に出てきたところを一人キャッチしてヘルスを削ってもう一度バロンに触るとかっていう動きになりますよね。バロンタッチ手前側から視界を取っていくしかないか。バーニンコア、ここはブルートリンケットがまずはあったのでそれを使って状況を確認。しかし SG やめたと見せて再び始めます。バロン飛び込んでいく。あっとただここにチャームで対応するライナノックアップ、フローレス。しかし藤本の丸飲みでそのフローレスを救った。フラッシュインからスリーマンノックアップ、アステロ帰国収集ワンボンコンボ。さあただ1位ストレートになっているぞ。ダッシャーは逃れている。横からチャーム入れていって夕日を打ち取ろうとバックライン突っ込んでいきましたが完全に分断されているのは SHG だ。2キル目はバーニングコア、レファーキフラッシュインからノクサスギロチン、ダブルキル獲得。レファーキー、ここで3-1トレードはバーニングコア。いやこの本当に集団戦でのワンチャンスが強力な構成なんですよね。決まりましたね。いや本当に丁寧に SHG としても途中までケアしてたんですけど、あーっと捕まったぞブランク。いやしかしこれはうまく共鳴撃で避けていきましたがバーニングコアがその間にバロンの獲得。いやーここで一気に爆発しましたね。最初に飛び込んできたところですぐさまアルティメット使わずにチャーマン食らってしまったんですけど、ここを CC チェーンするところをアルティメットで回収してその後のフラッシュインからのアルティメット完璧でしたね。ダッシャー選手もなんとかこう間を縫ってジンクスにチャームを入れたりとかっていうところをしてるんですけど、ちょっと遅れてきたレイファーキー選手への対処がもうできませんでしたね。いやこれマーブル選手が倒れる間際にスネを放ってなかったら、はい、リシンまで追いかけられてもおかしくなかったですねこれ。さあこれでちょっとこの試合展開分からなくなってきましたよ。そうですね、グローバルゴールドは逆転、バロンバフも十分残しています。これでウェーブの主導権を強引に取り返されると視界がどんどん押し返されていきますからダイナが入ってくるところが分からなくなる。ただ今のタイミングではダイナフラッシュはないです。奥まで飛び込んでっていうのはなかなか難しいですね。ミッドのウェーブプッシュからバーニングを行っていきます。SHG もちょっとインナータワー取らせたくないということでウェーブクリアに向かいますね。まあ、このタイミングでは SHG としてもちょっとしっかり取り返されてしまうのでどこから入ってくるかわからない。フラッシュはないんですけどちょっと無理したくないような状況にはなってますね。まあ、レッドゲームのスケールでも負けてるわけではないですし、リスクをかけて入っていってダイナのアルティメット全員食らってしまうみたいなことされるよりはゆっくりゆっくりっていうところは考えていそうですが、今の時間帯フラッシュがないっていうのも事実なんですよね。もしかしたら相手がフラッシュない状況で無理をしてダイナのアルティメットうまく決まらないかもしれないということもありますので、ちょっと塩梅が難しくはなってますが、ドレイク前のポジションを先に取ったのはバーニンコアです。さすがにこの時間までウェーブをプッシュされてまあ、どうしようもないということで諦めましたね。フランクはリコールを終えています。ライナータワーも取りました。バーニングコアがオブジェクトを相次いで獲得に成功。ボットにもローテーションを行ってアウタータワーも取れそうです。残り25秒なので、まあ、このままプレッシャーかけてインナータワーまで狙うこともできはしますけど、さすがにちょっとボット2人帰ってますから、そうですね、またリセットをして次のバロンへと準備を進めていくことになるでしょうね。さあバーニングコアが突き放すか。バロンパワープレイゴールドプラス2400ゴールドで出てます。まあ、SHG からしてもさっきのバロンのタイミング、はい、まあ、ラッシュをするのかそれとも反転してファイトをするのかっていうところで、まあ、相手が結構時間かかってたのでラッシュをするっていう判断自体は悪くなかったんですけど、コントロールワードにテレポートをしたっていうことによってこれ継続してるなというのがバレてしまった、うん、あとはその後のダイアナへの対応ですよね。結局ダイアナがアルティメットを使うまではどれだけ CC を当てていても玉剣士がアルティメットを使おうが、まあ、安全ではないですから、そこで固まってしまって全員で食らってしアルティメットを食らってしまう結果になったと。
こう広めにポジションを取っていくだとか、まあ、ブッシュでもう 2,3 人で待って安岡ダイアナを真っ先に落としていく、もしくはゾーニャを使わせて下がるみたいなのができないと、またしても、はい、アルティメットのコンボを食らう形になりそうですね。さあチャームを当てたり、まあ、なんとかこう CC を入れてフローレスの機能を停止させようと SHG も試みてたんですが、1人だとやっぱり、はい、アーリーでは落としきれないですから、うん、もう1人ダメージを出すプレイヤーか CC チェーンをしてくれるプレイヤーが必要ですよね。さあどうでしょう、装備状況的にはほとんどのプレイヤーが通過を完成させているというところまで進んでいます。まあ、なんなら3コア、ああできましたね夕日、うん、まあ、マーブル選手もあもうできましたね、今できましたから、まあ、全体的にこう3コア完成してきてるので、はい、本当に当たり方がどっちがうまいのかっていうところの勝負になってきますね。装備の差はほとんどないというゲーム展開です。グローバルゴードロン差もそこまで大きくはない。このバロンへの準備がどれだけうまいか、はい、その後の集団戦がどれだけうまいかっていうのは差になってくると思います。 SHG からすると全体的に散らばってやっぱり配置を取りたいので、視界のコントロールの重要性というのが SHG の方がかなり比重が重い。このミッドのウェーブの主導権というのは必ず抑えなければいけませんね。さあ先に押せましたよ。テレポートのアドバンテージもありますから、ダリウスがボットに見えたら必ずトップサイドの視界は取り切らないといけないですね。これ今見えてる状況ですからね。リバーの視界のコントロールは SHG 順々に行っていきます。バーニングコアはミッドレーンのウェーブのコントロールから取っていきそうです。フローレスダッシャーを狙っていく。チャームは避けたが、これはちょっと距離があるので無理はしません。ただロケットウェルトを1個使うだけで、はい、全員弾き出しましたよリバーから。これで視界をリバーの視界をもう一度取り直さなければいけない。このタイミングが怖いんですよね。キナツも寄せて SHG としては視界のコントロールを行ってきますね。ちょっともうテレポートをしてからでは遅いと、はい、いうことでもう先に寄ってますね。キナツ選手バーニングコアも合わせてレイファーキー合流。このポジションであればアフェリオスとアリが分かれてますから、同時にアルティメットを食らうことはない、はい、ダイナのアルティメットを食らうことはない、まあ、もしくはライナ選手のエンゲージからいけば相手のエンゲージタイミングを制限することができる。夕日に強調入りましたがここはいけません。ブランクミッドレーンでの睨み合いになります。ライナはボットサイドから、フローレスはトップサイドから、レイファーキがライナを追い返します。これで裏からのエンゲージバーニングはなくなりました。いやそしてここもフローレスのベルト、これでプレッシャーをかけて SHG のメンバーを下がらせます。やっぱさっきのアルティメット決まったのが相当印象ついてそうですね。前に出れませんね SHG で。こうなるとやっぱりバロンかドラゴンどっちか選択できるのは、はい、バーニングコアサイドになります。ミッドのこのコントロールの取り合いはバーニングコアが勝ちました。強気にフランクも前には出ては見るんですが、これ結局ドレイク取りに行ったとしてもクラウドドレイクなので、はい、まあ、もちろん相性は悪くない、むしろいい方なんですけど、かといってゲームが決まりきるほどのバッカーでやれればそうではないので、どちらかというとバロンが取りたい。いや SHG も同じ気持ちなんですかね、これはもう完全にでしょうね。自分たちがドレイク行ってバロン取られたら、はい、そのままゲーム終わりかねないっていうところですよね。なのでドラゴンには向かわずバロンの警戒を強めました。かなり長い時間5人全員、はい、てか10人全員ミッドにいますね。あーもうテレポートしてテレポートで合流ですか。キナツ合流、全然サイド行ってもいいですけどね。そうなんですが、ただまあそれだけ目の前にブランク捕獲した。ここはブランクリーシンということもあって逃げられましたが、他のプレイヤーだったら危なかったか。いやもう本当にそれだけやっぱりもう集団戦5対5絶対勝たないと、はい、まあ、サイド行ったところでどうしようもないっていうことが分かりますよね。これであーとバーニングコア、あーもうミッド戻れなくなっちゃった。ミッドを完全に占拠しました。もうこれこうなると SHG としてはバロンするしかない。ただ固まってるダッシャー選手がブラストボー破壊、スーパーメガネスロケット、これはこれは間を縫いましたが
これバレてない。ダッシャーの位置見えてないか。バロンの体力半分ほど。あ、バロンの中にワードがない。しかしこれはフローレスがスキルを打って確認した。いや、アーリー全然バレてない。ライナーみんな俺に打ち。レファー起用、まずは捉えたぞ。そして後ろからのこのダッシャー、しかし封殺の壁でダメージはカット。そしてここからのワンボーコンボー、マーブルを打ち落とったぞ。さあブランクまで取っていく。バーニックはさらにはキナツをバロンピットまで押し込んでいく。ダッシャーがなんとか相手のジャングルラインまで追っていって、ユウヒこそ捉えましたが、おっと、しかしキナツが強いぞ。聖なる霧を展開してダメージ返していきますが、最終的にはダブルキルはダイスで、さらにはレイファーキーが追った。対象ダッシャーも打ち取っていった。バーニックがエース獲得、5-1トレード。さあデスタイマーも20秒ほどあります。早くて20秒、ブランクの20秒。まあ最低でもインヒビターは取れますよね。やはりバーニングコアのこの構成、集団戦決まった時の爆発力凄まじい。いや、お互いに本当にどうやって集団戦入るのかっていうところを探りに探って、もう探り合いの連続でしたよ。もう5分ぐらい探り合ってましたけど、はい、本当に。ただ最終的にはフローレス選手がダイアナで決めましたね。見出しましたね。まあバロン前でやっぱり固まるっていうところが良かったですね。ミッド戻ってこれないようにしてバロンに5位に行かせたというのが大きかったですね。 SG としても設計としては非常に面白い仕掛けだったんですけど、ここですよね、ユイ選手狙ってチャームでアグロ引いて、ただそこチャームで狙えるタイミングになってしまったというべきなんですかね。バルドミも他の選手に使ってましたし、絶対狙えるタイミングだったので、全体がちょっとユイ選手に釣られる形で前に出た、その一瞬見逃しませんでした。見逃しませんでしたね。ブルーチームのダブルキル、いやー、これは均衡破ったのはパニンコアでした。ダメージが気なつかなり出てますが、まあそれ以上にやっぱダイアナ安藤で持ってったというべきですかね。バーニングコアが8000ダメージ出てますからね。合わせてダッシャーもなんとか夕日を打ち取ったんですが、まあ、その間にはちょっと味方が大変なことになっていたと。そうでしたね。さあバロンバフを獲得したバーニングコア、まずはトップのインナータワーから獲得していきそうです。トーマーブル危険を察知してゲイルフォース使いました。下から狙っていたダッシャー、しかしそのルートは藤本がきっちりと見ています。面白い位置にはいたんですけど、おっとブランク狙いましたが藤本の丸のみ。そしてノックアップ入ったブランクへ帰国収集。なんとか気なつか聖なる霧を展開しながらですが、さらにバックライン続くエンゲージはフローレス。なんとかそのフローレスを打ち取った。ダッシャーもボット、ミッドレーンから合流してきてはいますが、捕獲で気なつも捉えていて、ダブルキル獲得は夕日。ダッシャーが合わせる術がありません。藤本がダッシャーをゾーニングしている間、他のメンバーでもこれはゲームエンドを見ていくでしょう。いや、最後もしっかりダイナアルティメット、そして安藤がそこに入っていって決まりましたね。さあバーニングコアネクサスまで破壊しきりました。勝利したのはバーニングコアとなりました。中盤のところまでは SHG もしっかりと自分たちの構成を生かして有利を取っていって丁寧に進めてはいったんですけど、本当に1回の集団戦で、やはり変わりましたね。まあ、これが恐ろしいですね、ダイアナ・ヤスオの。そうなんですけど、やっぱりそこに対しては警戒ですよね、はい、最初、1回目の入りはしっかりとチャームで相殺したんですけど、丸のみで回収されてからのもう一度のエンゲージにちょっと対処しきれなかった、はい、やっぱりこう事前にこう組んできた作戦を成功させるというところまではいったんですけど、こう変わる状況の中で次、どう対応していくかっていうリアクションの差で、バーニングコアが一歩上回っていったっていうような試合でしたね。さあ試合を決めた集団戦リプレイです。ここもリーシのインセクからしかもう勝ち目がないんでっていうところで決めに行ったんですけど、ここ一歩届かなかった。本当に惜しいですね。藤本選手と丸の身がしっかりと決まって、でそこからどうしようかっていうところだったんですけど、ここでのダイアナのスリーマンノックアップですよね。これ決められたらもう近づけないですから、
どうしようもないというようなゲーム展開でしたね。さあということでバーニングコアが本当にまあ中盤まで、分からない身体の攻防の中、まさに目の覚めるようなボンボコンボ、そうですね、決めましたね。まあ、あのミッドからやっぱり弾き出してバロン5にさらせたっていうのが大きかったですよね。大きかったですかね。その集団戦の作り方というところを見事だったと。さあこちらのゲーム3の MVP 選手投票をツイッターにて現在行っておりますので、こちら皆さんぜひご投票の方よろしくお願いいたします。さあ続いては本日のラストゲーム、ゲーム4クレストゲーミングアクト VS デトネーションフォーカスミの試合となりますが、一度インターバルとさせていただきます。インターバル中にはゲーム3の選手インタビューを行わさせていただきます。お楽しみに。それでは一旦失礼いたします。